はい、どうもゴロです。今僕がいるのが岐阜県大垣市の大垣駅にある繁華街かな。で、今回何するかっていうとこちら。みんなフィリピンパブとかって若い人から年召されてる方から行くと思うんですけど、タガログの歌歌いたいですよね。実際この町のにあるフィリピンパブとかフィリピンバーに行ってみて、で女の子に、3つの条件出して、1つは日本で歌えること、カラオケに入ってること、2つ目が男性で、3つ目はデュエット曲も聴こうかなって思ってるんですよね。で、1軒目がこの店、ここね、お願いします。ジャス、はい、おいでおいで、やったー、お願いします。来た、いらっしゃいませ。はい、どうもどうも。来たばかりの音、みんなおっさん、かっこいいな。ジャス、バイ。Welcome to Jazz。 Hello, thank you. Welcome to Jazz。 で、ちょっとね、聞きたいことがあって、okay. いい？マハルケか。誰のマハルケか。レンズベラのな、レンズベラの大好き。レンズベラのマハルピカとインディコカヤンリムティンカ、インディアコパトラニャ、インディアコパトラニャ、私ね、サイド A のフォーエヴァー。サイド A のフォーエヴァーモアね、英語だけど、でもかっこいい、かっこいい、オッケーだでもね、めちゃめちゃかっこいい。ありがとうね。はい、1軒目終わり。不審者やん、一人でこんな暗い中喋ってんの。次はここジャミンで、次ね、フィリピンパブ行こうかな。普通にダメって言われました。ちょっと時間も早いんで、普通に飲みに行きます。はい、2日目です。実は昨日3軒回って2軒断れたんですよね。なんで今日知り合いいるんで、ちょっと行ってみようかなと思います。で、今日行くんがここね。昨日早起きすぎて人おらんかった。これね、私ちょっと赤っぽいから声だけになると思うけど、入ってみますね。いらっしゃいませ。ちょっと店長もちょっとフィリピンの店してるんで、ちょっとね、聞こうかなと思うんですよ。はい、はじめまして、店長です。そうですね、フィリピンの歌で一番好きなのは、サウスの方だ、レインボー。英語の多分ね、曲なんですけど、めちゃめちゃ有名ですよね。めっちゃ有名です、はい。シャムロックの、はい、ハプロス。で、女の子の前で歌うのどうですか？アリスの女の子の前で歌うのは結構いいと思いますね。 あんまり意味分かってない。僕も意味分かってないです。見てるおじさんみんな分かんないって。あ、僕も
感じはいい感じ。感じはもうね、すごいフィーリングのアメリカの感じですね。あとなんか聞くのはイカウ。イカウね。はいはいはい、はい。イカウはね、あの昨日行った店でも言われて、まあ一応女性の曲だから外したんですけど、まあ高いんですけど、歌えたらめちゃめちゃあの新しめの曲だし、はいはいはい、人気あると思うんですよね。僕でも逆にフィリピンクラブで歌える曲、フィリピンソングじゃなくて、はい、これ日本人の曲やけどこれ歌ったらめっちゃ受けるっていうのは今あるんですか？ありますね。清水翔太の、清水翔太、はい、マイブー、マイブー、あと君が好き、君が好き、なんか最近めちゃくちゃどの子も結構歌い出してるのが、花束の代わりにメロディーを、今あの向こう側で歌って、あ、今ちょうど歌ってる。そうですね、これすごい受けますね。へぇー、はい、これを女の子と一緒に歌うっていうのもありいや、もう全然これ歌ったら、え、なんで知ってんのっていうノリになるんです。まあ、言うて店長だから、やっぱ一人一人聞くよりめちゃめちゃあのすごい数の客見てきてるんでそうですね、もう信頼できますよね言うて I love you とかもまだ現役ですもんね。あ、全然クリスタートの I love you あたりとかやったら全然大丈夫です。あ、尾崎を歌わずにあえてあ、クリスタートクリスタートを選んだ方がいいっていう。クリスタートはもう鉄板ですよ、ね、鉄板なんや。 I love you はもう歌ったら絶対みんな歌ってるもん。あ、ちょっとね、これ気になる人、はい、あのいると思うんですよ。はいはい、店側の意見というか、はいはいはい、またあの興味ある人おったら別で取りに行きますわ。あ、わかりました。あの反響がもし反響がちょっとでも、わかりました。コメント一件あったら来ますんで。了解です、了解です。じゃあちょっと女の子にね、あの、はい、聞いていこうと思います。はい、ってことで一人目。コミアルカス。サイレントサンクチュアリーの最後。ハンガンナヤ。ちょっとね、あの曲流しながら紹介しようと思うんで、あの参考になればなと思います。また今度あの時間あったら許可ちゃんと取って、今コロナの影響ですごいあのどこも許可出してくれないんで、ゆっくりあの落ち着いたら名古屋にでも行っていろいろ取ってこようかなと思うんで、まずはこの今回の曲で練習してみてください。いい歌多いんでね、しんどいと思うけど頑張ってください。僕も頑張ります。じゃあね。